今日は商品探しでライバルが多い商品を避ける方法についてです。Amazon オーストラリアの日本人セラーは eBay 兼業のセラーが多いです。eBay の商品探しと被る方法は避けた方がボかカ商品を探しやすいです。Amazon オーストラリアに eBay 兼業のセラーが多いわけは eBay オーストラリア これはオーストラリア在住じゃないと口座開設ができないです。そして ebay で、まあ、オーストラリア人をターゲットにすると儲かるというのはね、まあ、ebay やってる人の中じゃ、まあ、割と有名な話です。えー、昔、ね、オーストラリアに住んでなくても ebay が開設できた時期に、まあ、ebay オーストラリア開設した人はやっぱアメリカでやってるよりも全然ね、リミットアップは早いし、まあえー、割高でも売れるというのがあってね、 まあ、オーストラリア美味しいねというのがね、えー、ebay セラーの間の、まあ、えー、共通認識というか、結構ね、えー、ノウハウとして出回ってます。また、まあ、オーストラリアの ebay に参加してない人でも、まあ、普通にアメリカの ebay.com でやっていてね、まあ、商品によっては、オーストラリアからの注文は結構多いと。ね、だからオーストラリアに売りたいなという人が結構います。まあ、そういった人は、ね、オーストラリアアアマゾンが、えー オープンして、これでオーストラリアで売れるというところで、ねえー、ドット、eBay ーーセラーが参入しました。で、eBay セラーが参入したということはね、eBay、えー、セラーが探すような商品っていうのは基本的に、えー、ライバルが多いと、ね。まあ見てて、eBay、まあ、ーーセラーって結構、ね、ガツガツ出品する。まあ、英語も苦手意識ないし。 商品も梱包発送までもやる手間を惜しまない人たちなんで、まあ、それは商品もね、結構ガンガン出して、えー、きますし、探します。そうするとね、まあ、eBay の、えー、商品探しの王道というかね、えー、一般的な探し方、これは避けた方が、えー、ライバルが少ない商品、つまり、えー、長く儲かる商品を探しやすいです、まあ。ちなみに eBay の商品探し、まずね、 ジャパンとかジャパニーズとかインポートジャパンなんかのね、単語で、要は日本からね出てるであろうという商品を探します。で、その商品をね、まあ、利益でその商品を片っ端から出品するというのが EBA のやり方です。あともう一個は、まあ、これと並行して、 あるいは、まあ、えー、その探してみるのが面倒なんでね、えー、逆に安いもんならね、えー、買って、えー、組み合わせるとか、あるいはね、近くにある100均だったら、えー、売れた時に仕入れればいいからということで、とりあえず、まあ、ダイソーとかキャンドゥ、あるいはセリアなんかの100円ショップの商品を組み合わせたり、新商品を載せると。こんな風にして、まず取引実績を稼ぎます。 ね、eBay の場合、取引実績稼いで、リミットアップしないと全然ね、処、え、分、ー、ならないっていうかあの、出品すらできないんで、まずこれが合同のやり方。大、ね、体、えー、いい eBay のマニュアルなり入門書なり、えー、見ると、このやり方になってます。そうするとね、せっかくオーストラリアアマゾン参入者少ない、まあ、お、え、い、ー、しい市場なのに、eBay のこの出品者がやるようなことをやると、えー、ライバル少ないって言ったけど、妙になんかライバル多いんだけどと。 1>, ね、1回目売れたら次の品種うと思ったら値下がりしてるとかね、いや、いやあのカタログがあるのはよ,かよくてランキングがあるのもいいんだけど、FBA の出品者結構いるとかね、出品者がたくさんいる、あるいは安く出してる人がいる、どう,どうしてこの値段で売ってるんだろうというような場合もあると。まあ、そういうのはね、大体この、えー、eBay の商品探しにかぶっちゃった場合に起こります。だから逆にこのやり方以外のやり方、 ねえーまあ、私はこのやり方以外のやり方を教えてるんですけど、まあな,んかうん、なんかで調べてこ,こういう情報にたどり着いちゃったのか、あるいはねその100均、まず安いものを売ってというのはね、えーまあ、昔は私もまずこれでやりましょうって言ってたんで、それを見て、まあ、その方法を取ってるのか、まあ、分かりませんけど、いずれにしてもこの方法以外の方法で、えー、商品探しをした方がいいです。でね えー、よく言った方ら質問、こんな値段で売って利益取れるんでしょうかという質問ありますけど、例えば、eBay をビジネスとしてやってる人であれば、初めの、ね、取引件数稼ぐとこう、まあ、1時間とかかけて、ねえー、赤字にならない商品を探すよりも、まあ、何百円、あるいは1000円以下の赤字だったら、ね、えー、そのパパと見つかった商品をどんどん売っちゃった方が、取引実績を稼げると。 いうのでね、えー、割り切って、まあ、初めの取引実績稼ぐの赤字でやっちゃうというのが多いです。これ、e、EV は今逆にね、えー、禁止してるんですけど、赤字で取引実績稼ぐっていうのはね、えー、禁止の方向になってますけど、アマゾンはね、いや、別に安く売ってくる分にはウェルカムだよと、何のおとがめもないんで、まあ、普通に、えー、 カートを取取りやすくすくるののに取引実績積むのにね赤字でバンバン売る人がいるから、まあ、赤字の商品も結構ね、この eBay のセラーなんかが好きな商品だと多いというのがあります。まあ、リアル店舗から入ってね、興味のある商品を扱うというのはね、この辺の eBay の、えー、商品探しとかぶらないようにというのでね、えー、推奨しているやり方なんで、まあ、あの、この。 初めに単語を打ち込んで出てきた商品から探すというのはおのずとね、eBay セラーに、えー、ぶち当たるんで、一番ライバルが多い方法だというのはね、えー、認識して探していただくと、えー、商品探しはおかしいなということにならないと。まあ、これ完全にダメじゃないですよ。ね、割り切って取引実績稼ぐのには、もうこれでやるのは全然 OK ですけど、ただね、えー、当然ライバルが多いんでね、えー、値下がり早いんで、これで利益を取るというのはちょっと無理があるという方法になります。 そのわけでね、商品探しのやり方の、えー、ステップ、こういうふうにやってます。あれはここで探してますっていうのはね、ちょっとね、えー、あんまり思ったように言ってないなと思ったらね、すぐ相談してください。あの、商品そのものっていうよりもね、この探し方が構造的にライバル多いところに、えー、バッティングするやり方だと、まあ、どうやったってね、えー、売れないとか、え売れても儲かんないという商品が多くなっちゃいますんでね、えー、そこのところ、 理由が eBay のセラーが多い、eBay のセラーとバッティングすると、えー、当然ライバルが多いんで、売れない、利益が取れないという形になります。まあ、これをを外しししして商品探しをしましょう